我は7つの大罪、ライオンシンエスカノールテレビアニメ7つの大罪、憤怒の審判第1話放送まであと8日見どころを教えろだと <laughs> 我っに聞くとはおこがましいなぜなら 見どころとは我を指す言葉であり我のすべてが見どころなのだから我の活躍に期待して待て。